22日ロイター、米大リーグ MLB は22日、各地で試合を行い、エンゼルスの大谷翔平投手はロイヤルズ戦に3番指名打者で出場し、5打数無安打だった。エンゼルスは81で敗れた。アスレチックスの藤並慎太郎投手はレンジャーズ戦に先発し、2回3分の1で7安打八失点、4死死球。 2三振だった。アスレチックスは38で敗れ、藤波は4敗目、0勝を喫した。カブスの鈴木誠也外野手はドジャース戦に4番右翼で出場し、3打数無安打1打点、1三振だった。カブスは4球で敗れた。レッドソックスの吉田正隆外野手はブルワーズ戦に6番指名打者で出場し、 4打数2安打、1三振だった。レッドソックスは45で負けた。カージナルスのラーズ・ヌートバーガイアシュはマリナーズ戦に一番右翼で出場。4打数1安打だった。カージナルスは45で敗れた。